先生はあなたのお姉さんだったのね。ええ。私たち天神小機関組は実はあの人のことをよく知らないの。記憶がないというか。担任なのに？ねえ、クオン先生のこと教えて。どういう人なの？あの人は完璧な人よ。天才という言葉では収まらない。全ての理想という言葉が人間の形をしている存在。理想？まず11歳の時の著書が世界的ベストセラーになったのを皮切りに、文学界だけでなく科学、数学、芸能、経営、経済と数々の分野において研究や発表、マネジメントで大成功を収めているわ。公益財団法人 PL 振興社が一代の社長であそこまで成長しているのもあの人の力。私の家、庭家はあの人の印税で一生かかっても使い切れないほどの財を得ているけれど、そのせいで家族の絆は完全に断絶した。両親は子育ても働くのも放棄して、姉のお金で海外で遊び回っていて帰ってこないしね。そうなんだ。愛子さんはお姉さんのこと好きなの？あの人は私を大好きみたいだけれど、私は大嫌いよ。昔から全部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 私の前にレールを敷いてしまうから。私には選ぶ権利も与えられなかった。私これが好き。このブラがいいかな。あら。
ダメよダメよダメよ。愛ちゃんいい？体に合ったものを身につけないと、せっかくのスタイルが崩れてしまうの。まだ若いからといって油断してると、年齢を重ねていった時に必ず足かせになる。油断大敵という言葉があるけど、まさに今この時よ。こっちにしなさい、ね。こんなの。ほら、やっぱり似合うわ。お姉ちゃんが買ってあげる。愛ちゃんは本当に可愛い。全部お姉ちゃんの言う通りにしなさいね。愛ちゃんはとってもいい子だから、わかるよね。ね。衣食住も親の愛情もすべて姉ありき。私の居場所を全部奪ってしまう。姉のせいで自分のない人生がもう何もかも嫌になって自暴自棄になりかけた時、私はレイグと出会い、魅せられオカルトに傾倒していった。霊力という姉にはない力を持っていることに興奮して体が震えたわ。これは私が見つけた力、私だけの世界。レイグオークションでの売り上げは具体的な数値となって私を高揚させた。なのにあの人はこの世界にまで踏み込んできて、あっさりと私の先に立つのよ。忌々しいわ。そうだったんだ。なんかすごい人なんだね。まあ本当のところ、あの人のことは私もよく分かっていない気がする。行き過ぎた正義は悪になる。純粋すぎる悪は人を救済してしまう。世の中をよく見てみて。そうでしょ。一番正しいのは全ての答えではないのよ、きっとね。地鳴りがひどいわね。校舎が崩壊に向かっているのかも。まさかあの7番目の柱が。目覚めだ。誰？ブックオブシャドウズが喋ってる。ネハンナ。
目を覚ました。涅槃、コアのこと、魔女の魂が。我々の接近を感じている。柱、涅槃に反応している。の気配は。やっぱり春雪くん、春雪くんよね。よかった、私あなたに。
みんな死んでしまえ。そうすればまた会える。また元通り友達だ。私が連れて行きますから。将来、
寿命を迎えたら、みんなでまた会いましょう。どこ見せたわ。なんだ？7番目の柱が光ってる。愛ちゃん、篠崎さん、行ってみよう。ナオミ、背負ってくれ。急ぐぞ。
遅かったわね。呼ばない世界よ。見なさい、知識のセフィラが涅槃の目覚めに反応している。この校舎はもう数分のうちに壊れるわ。すぐに幸せにして帰った方が身のためよ。あなたはどうする？こちらもなの。霊力がたまるどころか、どんどん抜けていく。マジかよ。クオン先生。心配してるかな。サトシ君。はい。君の世界にいた私はいい先生だった。え？中島さんが言ってたっけ。確かユイ先生。はい。君の世界って、なんでそのこと知ってんだよ。ミスト君も言っていたでしょ。オーラの色でわかるの。あなたたちは違う過去に存在していた人。あの、確かにユイ先生は面白くてドジで最高の先生だよ。でもクオン先生だってユイ先生と同じくらい優しくて楽しくてさ。私も先生のこと大好き。ありがとう。後悔もいっぱいあったけど、今の言葉で救われたかな。
才と呼ばれたあんたでもそう思うのね。計算の技能が早いのと、いろんな知識が豊富だったのは、単に私が異常な脳をしているだけよ。天才とかそんなのじゃない。こんな寿命まで見えてしまう人生に、あなたは魅力を感じる？その時計寿命時計、最後の1秒まで無駄にしたくなくってね。ままに能力を使って命を削り続けてきたあなたは、肉体年齢は90を超えて寿命が近いって聞いてはいたけど、あの噂は本当だったみたいね。私がこの柱を破壊するわ。みんな下がって。あの子の霊力があればできる。計算上だけど間違いないはずよ。クオン先生、私がいなくなってもあなたたちの人生は続くよ。どんな困難にも負けないで。先生、みんな元気でね。やだやだ。中島さん、サトシくんちの温泉は体も心も癒してくれるわ。またユカちゃんと一緒に入るといいわね。あ、岸沼くんは小テストちゃんと受けること、山崎先生に話してあるからね。ああ、やだもう、二人とも泣かないで。男の子でしょ。早く、もう時間がないわ。柱も私も。やだ先生、先生。忘れないでおくわ、あんたっていう天才を。マルトゥバは心霊医療から手を引く。約束してね。愛子は私が守ってあげる。
思える。なんて幸せなんだろう。先生、出会えたことがもう奇跡なんだよ。死ぬのは怖くないって思って見ていた私の時計、寿命が来れば消えればいい、それまでただやることをやるって考えて生きてきたの。あなたに出会って、生まれて初めて恋をして、生きたいって思った時、時計のカウントが減らなくなった。恋っていいね。別の世界から来たあなたは、私と出会った最初の日のこと、きっと知らないだろうけど。元の世界に戻ったら、また違う先生が君と出会うのかな。ちょっと悔しいけど、私じゃない先生によろしくね。バイバイ。先大丈夫、あゆみちゃん。すごい地震だったわね。急がないと。Thank you.
いよいよね。愛子さん、お願い、もう引き返して。くどいわよ。お願い。足手まといになるかもしれないから言ってるの、あなたが。ごめんなさい。白だけ！おい！待てよ、篠崎！篠崎！委員長。
ないわ。今までいっぱい悩んで逃げて後悔してきた。関係ないって自分の殻に逃げ込む癖がついていた。けど道はこっちにはないって気づいたんだから、覚悟したんだから。見てて、お姉ちゃん。目は閉じない。呪術を掴みこなす。